じゃあなんか今日話したことでその社会を良くするプロジェクトをなんかもうちょっとこう広げ方とか共感を呼ぶ やり方とかその辺をちょっ とヒントになればなっていうのがで社会を良くするプロジェクトっていろいろあると思うんですけど今自分にできることを応用して社会を良くする新しいことを始めるものあるいは今やっているだから2番目は社会を良くするプロジェクトを始めてる人だとしたら少し変化してより共感を集めるかあるいは何かそういうことだけではなくてこういうプロセスが必要だととにかく考えてそこに自分の力だけではなくいろんな人の力を集めてそれを実現していくっていうやり方もあったりすると思うんですけれども今日ワークショップでやろうと思ってまずすごく大事なのはなんか自分がワクワクすることとか自分ができてでやりたくて仕方ないことっていうところを起点にするのが大事だなっていうふうに、思っていたりします。で今日ワークショップでやるのはこの掛け算ワークショップというのを後でやるんですけれども発想としては、このプロジェクトの最初の種の作り方として、掛け算っていうふうに話僕はいろんなところで話していて、社会のためにすべきこと社会課題ってたくさんあってでこういう課題なんとかしなきゃどうしようっていうのをみんなで話した時にこれだけだとなんかこうどうして誰かがやってくれないんだろうとかどうして世界変わらないんだろうとかそういうこうなんですかね、フラストレーションというかそこがこうむくむくむくこう広がっていくんですけどここに掛け算で自分にできることでこの自分にできることっていうのは自分一人じゃなくてもよくて自分だったりあと自分の知ってる人だったり自分の仲間だったり自分にできることその人物ことを掛け算することでプロジェクトが作られるっていうふうに思ってます。今日もね、これ会場を貸していただけるっていうのもまさに掛け算で、ワールドシフトのこういうのやろうって言った時に会場っていう場所があったからできたので、こういう掛け算っていうのを考えていくで、なんか普通にこう組み合わさるなってことだけじゃなくて、意外なものが組み合わさって面白いプロジェクトが生まれていたりするので、そういうところを今日ワークショップでやりながら、発見があるといいなというふうに思ってます。このソーシャルアクションっていうか、社会に社会のソーシャルアクションが世の中に浸透していくフェーズっていうのを、4つのフェーズって僕は考えてパーセプションチェンジ意識が変わる意識が変わるで意識があった後に未来へのシナリオのフェーズでその後アクションその後、仕組みか大体こう4つぐらいのフェーズである社会課題を解決していくっていうふうに思います。で、パーセプションチェンジっていうのは意識人は気づかないと変えられないので何か社会課題あそれって社会課題なんだっていうのを気づくというのが第1フェーズとしてあります。例えば環境問題とか30年ぐらい前って人間は、あなたは知ってますか？人間は地球に害になることを垂れ流してるんですよみたいなそういうコミュニケーションがすごく多くてそういうこと言われるとハッとするとえ、そんなこと考えたこともなかった。それ30年前でも今聞いても全然ハッとしないことなんですけれどその時はそれがハッとした。で、2つ目は未来のシナリオのページで、これはグッドシナリオとバッドシナリオがあります。で、ワールドシフトの本を読んだ方だと2つにこう分かれて途中で出てきますけれども環境問題もそうだったんですけど次に提示されるのは今のままだと10年後、20年後、30年後、100年後人間はこうなっちゃいますよっていうバッドシナリオが提示されたりあれ今変われば10年後、20年後、30年後、100年後こういうふうにできますよっていうそういうシナリオが次に提示されるでその次に出てくるのは3番目としてアクション、具体的なアクション。じゃあ何しようって言った時に、例えばクーラーの温度、ちょっとこう1度2度上げようかみたいなアクションだったりとか、じゃあ打ち水しましょうかとか、例えばクールビルでもそうだし、そういうアクションが生まれてくる。アクションがこう点在するアクションがどんどん生まれてきた後に、今度それをアクションをじゃあもっと仕組みにしていこう。みんなが当たり前のようにやるように仕組みにしていこうみたいな。まあ、エコポイントみたいなことかもしれないけど例えば環境にいいことをしている企業をきちんと
優遇しよう、まあ、そういう仕組み化のフェーズに移る。大体ある社会課題が変わっていくときにパーセプションチェンジ、未来の支援のシナリオの提示、アクション仕組み化っていう、なんかこういうフェーズで分かれて進んでいきます。自分がこうこの社会課題を何とかしたいっていうふうに思ったとしたときに、それは今どのフェーズがふさわしいのかなと。みんな気づいてないから気づいて、パーセプションチェンジがすごい必要なんだ、あるいはもう気づいてはいるんだけど、でも実際それをすることがどんな未来につながるかとか、みんな分かってないとしたら未来のシナリオを提示したい。で次に、いやもうみんな気づいてるし、この人まずいって分かってるんだけど、でも具体的に一歩踏み出したりとか行動が生まれてないとしたら、アクションを作った。アクションは起きてるんだけど、みんなバラバラになっててなかなかだとしたら、それを取りまとめてこう仕組みを作っていくみたいなことで、自分が考えた社会課題、例えば環境問題でも、環境問題も仕組み化のページと思いきや、ある環境問題はまだ気づかれてないかもしれないとか、で人によってコミュニティによって違ったりしますよね。東京だとみんながこう思ってることが、地域だとまた違ったりとか、地域だとこういうところだけど、東京だと感じてなかったりとか、なんか自分が思ってる社会課題っていうのはどの辺にあるのかっていうのを考えてみると変わったりします。なんかだからつまらないとかいらないとか当たり前、特にその自分では当たり前と思ってることとか、そういうものっていうのが見方によったり視点を変えると実はそこに価値が生まれてきたり、この間講演を頼まれて、会場が魚市場だったんですね。魚市場の昼間の魚市場を使って動画会場になって話したんですけど、それは特になんか場所があまりなかったんです、そこを使ったみたいなんですけど、確かに昼間の魚市場って空いてますよね、朝で終わっちゃうんで、ちょっと魚臭いんですけど、でも昼間の魚市場とか使ったらなんかアイディアの競りに詰めたら面白いかもしれないですし、なんか発想を変えてみると、でも魚市場の人からすると、ね、魚市場って当たり前だと思ってるかもしれないですけど、見方を変えるとすごく面白いです。だからなんかこう逆にの発想でちょっと見てみるっていうのは、もう一つがそのソーシャルプロジェクトを考えるヒントで、よく例えば自分がやってる活動をなんかもっと多くの人に知ってほしいみたいな、なんで知ってもらえないんだろう、あ、もっと多くの人に知ってほしいのにっていうふうに思う。で、その時に知ってほしいって思うっていうのは、勝手にこう活動してる自分がいて、それを受け取ってくれる、情報を受け取る誰かがいるみたいな発想になってるんですけれども、そうじゃなくて、世の中の全ての人は情報を自動的に受け取る存在じゃなくて、発信したり行動する人間だったりする。そう考えると、あ、これですね、ちょっと2013年に出したコミュニケーションシフトという本に僕が書いた生活者の新行動モデル、まっすぐっていうので、ミート、アクト、シェア、ユナイト、グローのこう、5段階を、生活者のこれからは企業につながるんですけど、まあ、アクトはですね、もっと広まるかと思ったらあんまり広まらないっていうまっすぐってちょっと覚えてもらえればと思うんですけど、でも行動を共にするっていうところがポイントで、プロジェクトを考えるときに自分だったりプロジェクトメンバーがいますと。でそのメンバーっていうのはすごくこうプロジェクトに思い入れもあるし、コアだったりする。で外側に行くとすごくこう無関心な人がいて、でちょっと興味を持ってる人もこの辺りにちょっといたりする。でプロジェクトを作っていくときに大事なのが、この興味をちょっと持ってる人とすごいコアのメンバーの間の、ここにこうできること、参加できること、自分ができることっていうのを作っていく、増やしていくっていうことが大事で、イメージとしてはこういう形ですよね。ちょっと参加できる、ちょっと参加できる。ワールドシフトシートってあれって書くだけで参加できる、すごく簡単に参加できる、ちょっと参加できる。で次が深く関わる、ワールドシフトコミュニケーターそうですよね、深く関わってむしろもうプロジェクトメンバーの本にもなっていく。なんかそのこの両方があるとプロジェクトっていうのは、また深く関わった人が自分のこととしてちょっと参加できる人っていうのを広げていくっていうことになると。だから大抵プロジェクトですごくうまくいきそうなのに、でも広がらないのって結構間のここがなくて、
で、ケースバイケースなんですけれども、例えば、チャリティーで T シャツを売ってます。T シャツ自体は売れても、せっかく買ってくれたけど、でもそれ以上の関与の方法がないと、それ以上広がらなくて、それがうまくいったとしたら、本当はその、このちょっと参加はできているとしたら、もう少し深く関わる何かを作ってあげるとよかったですけど、だから、あるいは深く関わる方法があるんだけど、ちょっと軽く参加できる方法がないと、これぐらいのところで閉じてしまったりもするので、自分でやっているプロジェクトだったり、やろうとしていることが、ここが深く関わる方法、ちょっと参加できる方法っていうのを、段階を追って作ってあげるとなるみたいな。もう一つが、ソーシャルプロジェクトを考えるヒントとして、企業やユーザーが提供し交わしているのは目に見えるのだけではなく目に見えないものも実はあると書いたんですけれども、あの仕組みが私たちの意識や生活に影響を与えている、新しい仕組みを作ることで幸せを増やすことができる、この両方を考えています。でグラミン銀行でノーベル平和賞を取ったモハメズ・ユヌスさんが、資本主義は未完成だ、今資本主義の基本にはお金しか入っていない、そこに具体的には板って歯を利する、板を入れていかなきゃいけないってモハメズ・ユヌスさんがおっしゃってるんですけど、市場経済ってお金と物のサービスの交換ですけれど、僕のこういうプロジェクトって単純にこういうことだけではなく、こういうことではなくて、何か社会とか地域とかをより良くするための何かがあって、それにお金を出す人もいたり、知恵を出す人もいたり、時間を出す人もいたり、まあ、愛だけどちょっと見えないかもしれないですけど、まあ、愛を出す人、あともちろんモノサービスを出す人もいたりして、で、それによってプロジェクトが実現していると。で、これって別に、当たり前のことで、例えば10人とか5人ぐらいの村があったとしたら、みんなで協力してやるし、あと誰かが例えば作物を育てて、それをみんなでこう育てるし、誰か料理できる人が料理して、まあ、家の中とかそうですよね。家の中とか、別にみんなで家族で手伝って何かできる人がやったりして暮らしてたりもして、でもそれが急にこうグローバル社会になってこう広がっていくと、お金ってすごく便利な尺度で、腐らないですし、便利な尺度なので、このお金と物サービスのことばかりがフォーカスされて広がっていくんですけれど、でもだけどこういうプロジェクトっていうのは、こういうこう家族っていう単位だったり、村っていう単位だったりで起きてたようなことをもう一度こう見直して、もう一度広げるっていうことができないだろうかっていうのが、プロジェクトで、プロジェクトを考えるときに、なんか人がそもそもこう交わし合ってるものって何だろうっていうふうに考える、そうすると感謝って交わしてるようなとか、で感謝っていうものを交わし合うような、そういうプロジェクトはできないだろうかって考えてます。だから、目に見えるものだけじゃなくて、どういうものを交わし合ってるかなっていうふうに思う。そこをこう目に見えないだけで存在しているもので、存在しているものとして捉えるということが、大事だとします。ということで、ちょっとこれやこしい話をしていただくんですけど、僕ももう一つ、ウィザートマネーセールっていうお金では売らないオンラインショップっていうのを、去年からやってまして、これはちょっと変わった仕組みなんですけども、これオンラインショップなんですね。で、梅干し、第1弾梅干しで、今醤油売ってるんで、ぜひ欲しい方買ってほしいんですけど、これは9年熟成の幻の梅干しという、普通のところ500円とか1000円とか1万円とか買えるものなんですけど、ここでですね、愛で買う、知恵で買う、時間で買うが選びまして、梅干しへの愛、原稿用紙3枚送ると梅干しが買える。知恵で買う、梅干しを盛り上げる、盛り上げるなんだろう。梅干しを盛り上げる愛で3つ送ると買える。時間で買う梅干しを弟子にですね、梅干し作りで弟子に2月に買えるっていうね、結構画期的なシステムを取っていて、でちょっと最初限定10個ですぐ売り切れたんですけど、これを運営しています。今、いろんな、これ梅干し作ってるからですね、いろんなものを出品してて、で、これは本当に僕のプロジェクトで、僕が自分で配送したりとかしてやってるんですけど、一人プロジェクトで完全に。なんか送料僕が払ったんですけど、なんかちょっと、送料払ってるんですけど、そういう疑問の時に来てもらってやってるんですけど、でも、
なんかオンラインショップであえてやるので気づきですよね。こういう作業、こういうことにちょっと気づくような場所っていうのを作れないかなと思って。意図は何だったの？これ意図ですか？何を意図してお金にかん、自分で発想したりして、で、あの人って例えばこれが500円って聞くと、あの500円のものだと思って食べたりするじゃないですか、うん、でも1万円って言うと1万円でもありがたいなって。でなお金これをなくして、で梅干し園の愛原稿用紙3枚書いておいて食べると、すごい味わいが違うんだろうなということを思って、やってて、僕は何でやってるんですかね、これね。時々聞かれるんですよね、何がそのこれ何のためにやってるんですかって、不思議そうな目で言われたりするんですけど、まあ、実験ですね。実験ですね。社会実験ですかね。テトラさんにはソーシャルアートだっていうのがあって、僕はオンラインショップをやってるだけのことで、アートだと思ってた。アートなんだ、うん、アートですね。アートですか、そんなことをやってるんですけど、でもペイントフォワードって自分がね、レストランカフェに料理食べた方が次の人に売り払っていく、うん、これは別に前の人からのお金で自分が無料で食べて次の人にお金出したら、まあ、同じことかもしれないんだけれども、でも感謝しながら食べるっていうことで、そこで感謝が交わされてます。目には見えないけど、だから同じことなのかもしれないけど、でも同じことじゃないというか、こういうことが日々の生活の中でなかなか実感できなくなっているから、こういうものっていうのも存在するものとしてプロジェクトを考えることが大事かなと。